ルーティン動画です、1月の12日水曜日、17時22分です、昨日のルーティン動画ね、思いっきり1月の12日って言ってましたね。1日間違ってました。今日が1月12日です。ちょっとね、今日はね、カメラ回すのがね、いつもにね、1時間から30分ぐらいね、遅くなってますね。もうね、夕暮れ間近のバンビエルですね。本編動画撮るのがね、だいぶ遅れちゃったんですけどね。まあ、たまたまね、Facebook でつながってるね、僕の知人が前のね、だいぶ初期の動画ですね、初期の動画でね、ビエンチアン美食クラブは食探訪っていうやつで、ご紹介したね、レストランのこと、レストランね、足を運んでいただいたみたいで、それをなんか、まあ、美味しかったみたいですね。6品もオーダーしていただいて、で、まあ、味もね、気に入っていただいたみたいでね、うめえぞ、ここっつって、ラオ語でね、バッチリ共有してくれたんですね。あそこのね、バーンシプソンはね、ちょっと応援したいんで、あんまりね、混みすぎちゃってもね、今度僕いた時に座る場所なくなっちゃうんですけどね。まあまあ、それはね、まあ、メシアにとってね、お客さん立て込むっていうのはね、ほらもう、メシア冥利に尽きる話ですからね。そうなっていただかないとね、数少ないね、まあ無理が効くっていうのもあれなんですけど、甘えさせてくれるね、和食屋さんの一つなんでね、あそこはね、ちょっとこれからもね、応援していきたいと思います。でね、この間、前回のね、ビエンチャン遠征の時にね、まあ、その時はカメラ回さなかったんですけど、まあ、バッチリお邪魔して、またがっちりね、飲ませていただいたんですけども、でその時にね、おかみさん、お母さんの方からね、電話番号をいただきました。で、来る時に、あらかじめ、電話よこしてくれたら、食材、ちょこちょこ欠品があるんですよね。食材買っとくからって言って、今日子供多いな。で、その翌日にね、一人知人をね、場所ここだからって言ってね、案内して、その知人もね、利用していただけるんじゃないかと。びっくりしてましたね。安いなここって言って、でもこれ安いだけじゃなくてうめえからっすね。いや、こんな値段でこんな和食食えるんだったら、この近所に越してこようかなとか言ってましたからね、その知人は。なんでね、あそこはそうやってね、みんなで盛り上げていきたいと思ってます。昔ね、チャンタラゲストハウスをね、日本人宿復興計画なんていうね、そんなことをね、僕の知人でやったんですけど、この時もね、バッチリね、
まあ日本人離れがね進んでたちゃんたらにね、新たに日本人のお客さんをね、あの来ていただくことを誘致することに成功してね、まあまあこんなね遊びがね僕は結構好きなんで、バーンシプソンジャパニーズレストランもね、あそこもちょっとね人気の和食屋にね盛り上げていきたいなと思ってます。あのね、もうお父さんねイカチンっすよね、見てくれがもうがっちり入ってるしね、がっちり入ってるし、なんかもう体もねごついしね、何より人相悪いからね、人相悪いけど話するとねものすごくいい人なんですよね、あの気遣いだしね。お母さんはね、あの肝っ玉母ちゃんですね。そんなリエンちゃんおすすめ和食屋ね、バーンシプソン。あー、また行きたいなー、あー和食食べに行きたいなー、うん。あとね、あれだ、その本編動画の方でもお話ししたんですけども、リエンちゃん在住のね日本人ブロガーの方がね、カフェフィオレかなを取り上げてる記事もね、今年入って今のとこ最新記事かなんかじゃないかな、うん、で取り上げてるので、たまたま見かけて、わあすげえなーって、うん、まあその方はね別にあの僕の動画をねご覧いただいてるかどうかわかんないんですけども、うん、ああそうなんだ、やっぱね目のつけどころはみんな一緒だなーってね思いました。もうね僕はね、ブログとかねテキストでのねあの情報発信はしてないんでね、ブログ自分のブログも持ってないですしね、ちょっとブログ運営するの大変そうだったんで、結局ブログはあの手をつけずに、あの、まあ、別のねライティングの道でねあのテキスト発信を知ったんですけども、うん、まあまあ今こうやってあの動画投稿という形で、ね、ラオスをご紹介できてる、ね、だけどやっぱテキストベースのねあの発信というのもねやっぱりあれね情報のあの信憑性ね高いですしね、僕がねこうベラベラ喋ってるよりもねあのテキストの方が信用できるって方もね多いと思うんでね、そういう方はねあのその方のブログなんかねご覧いただきたいと思います、うん、まあそんなこと言ったらですね、だいぶチャンタラが近づいてきましたね。あ、週中はやっぱあれねリエンチャン人少ないね、うん、さあ着いたかな、今日は何本のもう